ようこそ、今日は Discoverer r e p ポートをブリッツリポートに移行する方法をお見せします移行プロセスはライブラリのディスカバー p ポートの一つに記載されていますレポートセクションに移動し次に d i ディスカ e r カテゴリーに移動し DRS ワークブックエクスポートスクリプトと呼ばれるレポートに進みますそしてここでア検索サイ説明の移行のステップが記載されています最初のステップはエクスポートコマンドのリストを生成するためにレポートを実行することです これらのエクスポートコマンドは、ディスカバラー管理者の実行可能ファイルによって、ワークブックの定義を XML 形式に変換し、さまざまな X ファイルを生成します。でそして、すべての X ファイルを作成したら、それらすべてを一つの G ファイルにまとめ、その G ファイルを Brits Report ケーションにアップロードします。次に Brits Report Discoverer Import Concount プログラムを開始します。では、Tysos のステーブルをして、このレポートを実行しましょう。 ブリッツレポールではこのダースリポートに移動します。ワ e a c u s h と w e a r c u b e x p o r t ト c r i p t ヨーオサインスのワークブックを考慮するか、無理やのチャダイキャーのワークブックを考慮するかを決定するパラメーターがあります。一生の際には、すべてのワークブックを移行するのではなく、最近アクティブなものに集中することをお勧めします。 そのため特定、脳期間内にアクセスされたワークブックのみを移行するための皮膚ケ範囲パラメータがあります。うん、典型的な種は例えば600人ですが、このテストではテストシステムのデータが非常に古いため、すべてを移行したいので、2004年1月1日を選びます。こちらのレポートをします。このレポートはエクスポートしたいは、 クブックのリストを生成します。NaaSQ で31の Way クブックがあり、以降が一つのエクスポートコマンドになります。これらのエクスポートコマンドは、Windows のコマンドプロンプトで実行する必要があります。ディスカバリー管理者の実行ファイルを呼び出します。まず、これらのコマンドを執行ースフォルダを作成します。フォルダの名前を DiscoTest としましょう。 そしてそのフォルダに移動します。そしてここにも、フォルダに移動したら、ノイチハウスサオレ、これらのコマンドをコピーして貼り付けます。このテストでは、すべての産業11件について実行するのではなく、実験がかかるため30件ずつ実行します。コマンドプロンプトにこれらのコマンドをコピーして貼り付けてください。 そしてディスカバリー管理者の実行ファイルが開始され、これらの XML ファイルが生成されます。プロセスがまだ執、うん、行中の時にはそう、タスクマネージャーで確認でき、フォルダに移動すると EX ファイルが作成されていますが、ファイルサイズはまだゼロです。その後、うん、プロセスが完了すると、ファイルの実際のサイズが表示され、執行中はゼロのままです。 それでは、プロセスを実行している間に、ブリッツリポートでの解析レポートをいくつか紹介しましょう。最も,も人気のある解析レポートは、DAS はクシーと実行率力と呼ばれるものです。このレポートは、今のディスカバリーレポートの過去の利用状況を表示します。それ実行してみましょう。 これは過去のディスカバリー施考ごとに意見を表示します。ワークブックとは空ークと、実行したユーザーの列があります。また、さらに詳細なデータも表示します。じゃ例えば、レポートに用した事件、ああね、関連された係数が、特にアクセスされたフォルダやデータについても表示されます。あ 国側にはフォルダー、フォルダーシーベースやテーブルの列があり、そこでは、例えば、どのトレイを見られますか、ね、これです。そうは、ここでは、二つのフォルダーがアクセスされているのが見えます。一つは、ジョブ応募、もう一つは、求人です。そして、これがこのワークブックが使用したデータです。ブリッツ・リポートへの以降は、来週のワークブックやワークシートを自動的に単一のレポートにまとめる、 仕組みで動作しますので、ブリッツリポートでのメンテナンスが少なくなります。そして、ケースコンワークブックには追加のシートがあります。レポートもです。n i s a o a 最後のシートはアクティブユーザー全員と特定の期間内のワークブック実行回数を示しています。次に一番人気のあるワークブックとワークシートを示すシートがあります。ここでは、イースターやトレーニング成功分析が最も人気のあるもので、これがそのシートと実行回数です。 犠牲の方法は同じ基礎でターヤ基礎フォルダを使用している場合に、となるワークブックやワークシートを単一のブリッツリポートにまとめることですで。それがこのシートに示されています。少しサイズを小さくしてみます。予知だとして、ここにある焦点の形では一つのフォルダがあり、それは計画されたトレーニングイベントで あこのフォルダーには2六の雪なるワークブックとワークシートの組み合わせがアクセスしていましたあブリッツリポートの移行後単位中のブリッツリポートが作成されそのための六の雪なるレイアウトテンプレートが使用されますでこれが移行のやり方ですそれでは見てみましょうエクスポートの禁庫状況ですがあこれらのファイルはすべてハイゼロのサイズを持っていますつまりプロセスが完了したことを意味しますそれを検証することもできます うんうん、ログファイルを削除してみます必要ないのでそしてもし全てを結露できるなら全てのプロセスが完了しているということですもしプロセスがまだアクティブであればこのファイルを削除できませんというエラーメッセージが表示されるからですさてこれら全ての3次ファイルが見えましたがこのテストのために私は3倍収益のワークブック全てのエクスポートを実行したかったんです ですので、すでに 3x1 すべてのエクスポートを準備しました。それがこのフォルダーにあります。3x1 のワークブックです。そしてこれらすべてを一つの G ファイルにまとめます。ローチオン、ワークブック、トーストスピーパンション。そのオシェーション G ファイルをブリッツリポーツネイ、NPO とします。設定画面、タツルー、タインポートに行き、シ XML アップロードを選択します。 そして作成したファイルを選択できますアップロードがー完了しましたステージングテーブルにロードされていますこのステップには少し時間がかかることがあります特に数千のワークブックがある場合はあ数分かかることがありますでも今はリゾファーシーしかありませんのでそれほど長くはかからないでしょう見てみましょうはい メッセージ、サンパイ主義のワークブックが、うん、正常にアップロードされました。つまりディスカバラーのインポート、プロセスを実行する準備があのそろいました。このプログラムはビリツという同時実行プログラムです。ディスカバレーリンポート、レポートもあります。そしてここには非復範囲、パラメータがあり、一月す日になります。さらには生成されたレポートに特定の名前のプレフィックスを付けるパラメータもあります。例えば a d s ゼ0です。 これによってデータを簡単に区別できるようになります。デフォルトでブリッツレポートに含まれる標準レポートからインポートされたレポートを区別できます。さて、このプロセスが実行中なので、その間に EV の検証レポートをお見せします。インポートの進行状況をシェするレポートがあります。その印象は DAS Workbook インポート検証です。 これはインポートしたいワークブックとワークシート、ブリッツレポートの結果と昭和するものです。正直、ワークブックとワークシートごとに移行が表示されます。マイグレーションのために選択されたもので実行回数の統計もあります。 例えばこちらでは平均バイカ率、リシート域が茶室流開施行され最後のアクティブ比は意味に0分年席は逃げつき日でしたこれは非常に古いテストシステムだからですそしてさらに国にはマイグレーションの進行状況を示す列があります最初の列は X アップロード罪と呼ばれそこには空白またはイが表示されますこの場合イだけが表示されているため すべてのワークブック X ファイルが正常にアップロードされすべてがジファイルに含まれていることを意味します。いわアップロードのものがあればここに空白が表示されます。次に最初の処理ステップはフラット化と呼ばれ処理されたレコード数がここに表示されます。これが完了するとすべての空白レコードが数字で埋められるはずです。もう一度実行して進行状況を確認しましょう。 最初はいすべてが埋められています。また、レポト面もすでに表示されています。さらに、首にはブリッツ・レポートの名前が、列ツムに、列には作成されたテンプレートの名前があります。枠物クと枠シートの組み合わせが、ブリッツ・レポートでは一つのテンプレートとして変換されます。しかし、同じカーになるオブジェクトやフォルダを使用している場合、 同じレポートに最終的にまとめられるかもしれません。これがマイグレーションの仕組みです。つまり、今、レポートオンリーが作成されたんで、ブリッツ・レポートでそれらを既に確認できるはずです。これらの全てのレポートはこのカバーカテゴリーで作成されますが、このカテゴリーのカウントはフォームを開いたときにのみ更新されます。それではちょっと閉じてもう一度開けてみましょう。そして、シュースアウェル・オンのこれらのレポートはディスカバラと呼ばれるカテゴリーに表示されるはずです。 ご覧の通り、ここにインポートされたレポートがあります。そして、うん、まだ実行中のため、66と表示されましたが、キャビのリストは何を選ぶようになっています。では、このレポートか別のレポートを実行して、結果を見てみましょう。こそう、そ <noise> う<声>、そう、そ <noise> う<声>、そう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 、そ より高度なワークシートレイアウトも考慮します。例えばディスカバーラにクロス給ースクレイアウトがある場合、ブリッツポートでは P ボットとしてマイグル E とされます。では、これを力として実行してみましょう。これも興味深いですね。ここには一つのレポート、給与従業員現在という名前があります。それがフォルダーで続いて4つの野球のあるテンプレートがあります。 つまりディスカバラでは4つの野球のあるワークブックとワークシートの組み合わせがあったということですそしてその中の1つが HR94 年別というワークシートでした勤務シ工場ですこのレポートにはクロスキーレイアウトがありこのクロスキーレイアウトが P ボットとシューとして変換されます最初のシートには詳細でターがあり 第2のシートはデータのピーボットになります。プロセートのリポートにスクミツインインポートされた SQL クエリーの検証で、ブリッツ・レポート・ SQL ・バリデーションと呼ばれます。ディスカーバーカテゴリーのために実行できます。これはマイグレートされた SQL クエリーが文法的に正しいかどうかを確認するための技術的な検証です。 そして、すすでにいくつかのエラーーメッセージが見えますあ確認しましょう。タブが2つあります。1つはエラータブです。26個のレポートが文法問題を持っていますが、これはテストシステムでは予想されることです。このテストでターは一貫性がないからです。しかしあなたのマイグレーションでは検証にエラーはないはずで、有効なものが第2のシートに表示されるべきです。わけないなことに、ここでは200個以上の有効なものがあります。 ユーチャードのレポートは止水間で問題があるのは2種類くらいです。問題があります。えー、ちょっともう一度、を教えてみましょう。いくつかの治療骨炎のチェアを見てみましょう。さて、今のところ、ブラノファウィンシ3件の余計なレコードを移行しました。そして他に何ができるかというと、例えばコントラクトの解析です。 では同時要求も見ることができますね。まずはこれが完了するのを待ちましょう。ああ、これは明らかに大きなファイルですね。時間がかかっています。見てみましょう。はい、ここでもデータを p ボ o t しました。つまりまたクロス吸気のレイアウトでした。最初のシートには詳細なデータがあります。レコード数を見てみましょう。 期末は戦艦のレコードででです。すそれで時間がかかったんですね。はい以上です。And, um, これはディスカバーのレポートをブリッツ2レポートに移行するプロセスの非常に大まかな手順です。もしプロセスやブリッツ2レポート自体についてもっと知りたいことがあればご連絡いただければ通話を設定できます。